さて、今日も暑かったで暑すかっね。たですね。なんかまあ外に出るとより冷たいものを食べたくなりますいや、ね。本当にそうですよね。今年の夏は特に厳しい暑さが続いていますが、そんな暑さを吹き飛ばしてくれるのが冷たいスイーツです。老舗から新店までひんやり涼しくなるスイーツをご紹介します。まず訪れたのは創業75年の老舗、甘味処三好の。こんにちは。いらっしゃいませ。わー、店内すごいレトロな雰囲気で素敵ですありがとうごね。ざいます。店内は60年前から変わっていないというこちらのお店は、五色おはぎが有名で、創業から75年経った今でも多くの人に愛されています。現在は3代目の三宅理恵子さんが老舗の味を引き継いでいます。今日はどちらから来られたんですか？神戸です。超美味しいです インスタで見つけて来ました。ごまと合うのや初めて、塩昆布ついてるのも初めてで、サイズ感がすごい食べやすいです いっぱい食べれて いいよな 三好野では夏になるとひんやりスイーツが登場します。氷の上にはこだわりの金時がたっぷり。北海道産の大納言を使っていまして、お豆の形とか食感を残すような形で炊いてもらってます。潰さないように、柔らかすぎないように、炊き上げる感じですかね。金時を炊き続けて55年という熟練の職人が、昔と変わらない味を作り続けているんです。この上に再び氷を乗せ、ミルクをかけたら完成です。お待たせしました。宇治ミルク金時になります。ありがとうございます。わあ、もうここから中にあんこがたくさん入っているのが見えます。美味しそうですね。こちらいただきます。あんこのこの素材の甘さと、こうシャリシャリとした氷が抜群に合いますね。そしてこのミルクの甘さも、このあんこを引き立たせるような甘さで美味しいです。さらに抹茶シロップをかけてみると、またちょっと風味というか雰囲気が変わりました。かき氷のメニューは昔からほとんど変わっていないんだそうです。かき氷もその当時からあったんですか？はい、おばあちゃんの頃からやってましたね。小さい頃から作ってもらって食べてました。幼稚園の頃だと思います。やっぱり食べ慣れてる味というか、懐かしい感じがします。ちょっとなんか昔を思い出すような感じですか？そうですね。またもう一つの人気メニューがあんみつ。あんこを美味しく味わうために、寒天にはほとんど甘さを加えていません。あんみつは持ち帰りが可能なので、自宅で贅沢な一品を楽しむことができますよ。今まで続いてきたこの味を、できるだけ長く続けていければなと、同じような味を続けていきたいなと思ってます。続いてご紹介するのは、珍しいスタイルで営業をしているこちらのお店です。では早速行ってきます。曽我部アナが訪れたのは、本場博多の味を楽しめるもつ鍋多州ではなく、先月オープンしたかき氷店、風鈴堂です。夜からは5時からもつ鍋多州というお店をやられてるんですけども、そこがお昼の間は、営業してないというところで、その時間帯、1時から4時半までっていう時間、ちょっと曲がりっていう形で場所を貸していただいて、そこで夏場限定でちょっとかき氷っていうお店をやらさせていただいてます。お店を閉めている昼間の時間を有効活用し、違うお店が間借りして営業するという
新しいスタイルのお店なんです。風鈴堂では純氷と呼ばれるこだわりの氷を使用。氷が溶けないギリギリの温度で削ることで、ふわふわの食感と滑らかな口どけを生み出しています。氷の中にはコーンフレークやアイスクリーム、ヨーグルトなど具材がたっぷり入っているので、最後の一口まで味の変化を楽しめますよ。今回いただいたのは先月23日に登場したばかり、愛媛県産のブルーベリーをふんだんに使った一品です。わあ、もうボリューミーで美味しそうです。うん、ふわふわ。このかき氷がもう口に入れた瞬間にふわっと一瞬でなくなりました。そしてこのブルーベリーのゴロッと感とクリームとかき氷の相性も抜群で美味しいです。上に乗っているクリームと氷を楽しんだ後は、追いシロップをかけて、口の中でブルーベリーがさらに広がります。こちらはリニューアルしたばかりの一番人気のあまおういちごです。何度も改良を加えたこだわりの一杯。見た目はかき氷ですが、斬新なパフェ風に仕上がっています。インスタで見て、そう、揚げとる人がおって行ってみたいなと思って来ました。いちごのあまおういちごのを食べました。美味しかったです。なんか中にケーキとか入っとって、生クリームもあって、初めてです、そういうの食べるのが。風鈴堂は夏季限定で9月末まで営業するということです。暦の上では秋になってもまだまだ続く厳しい暑さ、皆さんもひんやりスイーツで暑さを吹き飛ばしてみませんか。うん、新旧かき氷、見た目もインパクトがあって写真映えも美味しそうですね。そうですね、なんかその見た目もなんか店のこだわりがなんか現れてて、うん、はい、見るとやっぱり食べたくなりましたね。